こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9、2021ライブ配信始めていきましょう。今回6月3週か、ということで、いよいよ、春競馬も終盤ということですね。そして、4週は有馬記念じゃない、宝塚記念、春のグランプリですね。そしてその後は夏競馬に突入ということになります。ぜひ今回もお楽しみに。ツイッチで配信しております。ツイッチ、アカウントフォロー、リポス、チャットコメントお願いいたします。ツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そしてアーカイブ YouTube にアップロードいたします。2日後。2日後、4日21時頃にプレミア公開予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。ディスライブアーカイブアップロードをマイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひ、そちらでもご覧、そちらにもアクセスお願いします。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では始めていきましょう。今週は次元、今週はないですね。ブラックキャビアはもう満たしてるから、金札の基準もうどうで、そんなに重要じゃない、ローテ的に重要じゃないってことですね。さあ行ってみようということで、エンヤーコーラさん、シューメーカーマイルステークス、天のヒーローです。一番人気です。勝ち星を積み上げたいですね。カレージャスキャットあたりがちょっと強力なライバルになるか。あとデイムセーバー、先方はまあこのままですね。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 シューメーカーマイルステークス、芝 1600m です。こちらアメリカのサンタニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは超絶アリシア。綺麗なスタートを切りました。最初出遅れたけど感じやけど、10番が邪魔をする。それでは先頭から行ききれないな。先手を取りました。好位置をキープしています。天のヒーロー、内からは超絶アリシア、その外からシックスディナンド、さらにはジャンボカフーターズ、レジェンドスウィープ、そのうちに続いています。結構これで足使っちゃう感じはありますよね。向上面に入ります。カレージャスキャット上がっていきました。その外にトーンアルカトラズ、並んで8番オレンジエイトラックス、その横にドライクラナック、ピンクの帽子デイムセイバー、その後ろカウントオブウエスト、それに続きます。その外にソングラインコレット、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はカレージャスキャットが上がってきた。2番手はエンプレスファルコン。さあ天のヒーロー、このまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーどうかな、押し切れるかな。入りました。日米王者の争いだ。残り200m。さあ追い出した。さあつまらないね。勝ったな。後ろはどうだ。OK。勝ちました。一着でゴール。二着はデイムセイバー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天のヒーロー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。これ初の海外 G1 勝利なのかな。
あ、海外遠征を獲得、これはめちゃくちゃ嬉しい。これからの馬だと思います、様のヒーロー。そしてオグデンフィリップスステークス、天のラッキースター登場、4番人気か。100だからレーティング的にもうんっていう感じか。仕方ないですね、この辺は。まあ挑戦者の気分でいきましょう。まあこのままの戦法で力を見ましょう。ダイジェスト、ベルモントパーク競馬場 G1、 オグデンフィップスステークス、ダート 1700m です。最終コーナーをカーブして、まだ先頭だが、あーでも飲み込まれていくな。ブラインドラック先頭だ、残り 100m。 2番手はスイッチ、ブラインドラック差を広げる、ブラインドラック強い強い、ブラインドラック圧勝、ゴールイン。2着はスイッチ、勝ったのはブラインドラック、見事な勝利です。はい、厳しかったですね。ラキスター7着に沈みました。牝馬限定だったみたいですね。そして、リブルスデイルステークス、肩の山ガール登場です。まだ これ3歳のレースですね。 G2 一番人気105、まあでも分からんな。激戦、混戦ムードです。ではダイジェストでいきましょう。アスコット競馬場 G2 リブルスデイルステークス、3歳限定芝 2400m です。最終コーナーをカーブして、どこにいるんだ山ガールは。中から、中だ。割ってこれるか。ちょっと伸びがな、良くないかな。あ、いやいやいや、ここから伸びてきた。肩の山ガール、山ガール一気にアボルダージクォーター、肩の山ガール、肩の山ガール僅差ですが勝ちましたね。アボルダージクォーター、3着にディレクタースペシャル、肩の山ガール、見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。いいステップです、いいステップになったと思います。海外のいいんじゃ、本当は武豊とか乗ってたはずだからな。そしてキングススタンドステークスにブラックキャビアが登場です。一番人気、ブラックキャビアはロケットマンか、135、圧倒的です。次続くのがロケットマンという感じじゃないでしょうか。マルシャンドールをライバル扱いされてますね、この3頭かな。では行きましょう、レースです。アスコット競馬場 G1 キングススタンドステークス、直線の芝 1000m 電撃戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです、うん、さあ前に行くのはどの馬か。ブラックキャビア前に行きそうです。ロケットマンそれに続いています。さらにはイタリアンハント、
11番リトルブリッジ、その後ろロケットマン先手を取りました。内からはフライトマックス並んで、4番ハイトフェル、その外からイーブンマージュ、ワーキングリンガー、そのうちに続いています。早いですねペースがね、電撃戦だからな。残りあと 400m、 長い直線、なんかブラックキャビア、日曜王者意地のぶつかり合いだ。あと200m、 ロケットマンも頑張ってるが、先頭は変わってブラックキャビア、残り 100m、 2番手はロケットマン、ブラックキャビア、ブラックキャビアが圧倒です。1着ブラックキャビア完勝、2着はロケットマン、3着にマルシャンドール、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ブラックキャビア、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ありがとうございます。ブラックキャビア、しっかり、あ、連覇ですか。連覇はいいな。三宮ステークスです。クラブはフォーティハイド一番人気。フォーティハイドはグリグリエッセ、父フォーティライナー、母ファストフレンド。あの相棒が結構多いな。まあ、ダイジェストいきましょう。阪神オープン特別三宮ステークス、ダート 1800m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、大新オレンジ先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。残り 200m、 フォーティファイド追い上げてきた。先頭に出たフォーティファイド、さらに突き放します。2番手はエイシンキャロル、先頭はフォーティファイド、1着でゴール、2着にはどうやらエイシンキャロル、3着に大新オレンジ、1番人気に応えましたフォーティファイド、見事です。函館スプリントステークスに、どの馬、フランケル登場です。一番人気です。フランケル、さすがにこれ負けられないだろう。グリグリです。シルポートがいますね。大逃げです。ひとまずダイジェストです。函館 G3 函館スプリントステークス、芝 1200m 電撃戦です。さあ直線に入りました。もうぶっちぎってる。フランケル先頭、後続は大きく離れました。2番手はガルボ、フランケル、この馬で決まりか。圧倒です。フランケル独走、フランケルぶっちぎりです。2着はガルボ、3着に鶴丸レオン、これが絶対王者だフランケル。第一金札取ってる G1 馬走らせたらこうなりますよね。しかもレコード、日本レコード、格が違う。さあ宝塚記念はギリギリ枠いっぱいの4頭出走です。大井競馬場では帝王賞、ゼニアッタースマートハルコンが出てきます。海外は2レースですね。ブエナビスタとアマノアイフォン。アマノアイフォンって何勝だっけ。5勝か、あと3勝ですね。アマノアイフォンは、スマートハルコンはまあ満たしてんのか。
ルーラシップ、ウォーケンブルース3も基準満たしてるはず。イナバウアも満たしてるということで、全部満たしてますね。満たしてない馬がアイマーのアイフォンだけか。まあ、マノアイフォンには頑張ってほしい。そして高塚記念は誰が勝つのか楽しみですね。確かクラブ馬もいたと思うんで、争いが激しくなりそうです。その煽り VTR 高塚記念グランプリ第1弾、ルーラシ、やっぱりルーラシップだよな。ルーラシップ一強か。お、キツはこれ以上ないくらい深まった。初めての時だけかな、100になった。万作との絆、一応確かめておきましょう。そしてこれはローテですね。すごいな、稼いにまくってるじゃん。ホエールキャプチャーが本当にすごいな。オークスだったよな、買ったの。ルシオ、ルシオの稼ぎ方がすごいな。凱旋リベンジ、凱旋リベンジ今年限りですからね。このあと誰があとやってくれるのか。仕分けが2勝上げてますね、すでに。そしてジャスターウェイを伊坂さん確保しました。これは要注意です。ガイセンダスター、キブネさんとアリスリードちゃんはまだ馬を確保していない。大丈夫かな。そして千六さんも、あれ千六さんプラスになってるやん。ロードカナロアか、ロードカナロア稼いでくれたんだ。じゃあみんな稼げてるやん。まあ過激さんはボロボロだけど、体が弱そうな方が応援しちゃくなっちゃうのよねって。だから、やっぱり無事これ名馬ですよね。この如月さんはこれからだよな。さ、若い順からいきましょう。 AKB か、もういきなり G1 いきます。ヘビロテもデビューが近い。 AKB あんの、ヘビロテもあるんだ。慶応はオークス2着、今週ですね。頑張ってほしいな。蓮舫が巴賞、オープン特別か。賢さ D、スピード G プラス、ちょっと厳しいな。どれも厳しい。でもやっぱりスピードを上げないとどうしようもない。健康 B だからなんとかなるでしょう。フィッツです。前があるはラジオ日経賞に行きたいって言ってます。 G は初制覇を狙いたいところですが、まだ早いかな。まあ晩成だし、焦る必要はないんじゃないでしょうか。さあ、そしてドイツダービーに挑むオルフェーブル、楽しみですね。オルフェーブルって何勝してる？3勝、まだ3勝か。フランケルが4勝目を挙げました。あ、4勝目じゃないや、スプリンターズか。そ
そうだよな。だから次のレース考えないとダメなんだけど、まあでもまずは休むけど、8月の1周の、あ、そうか、3歳馬か、この馬でもここまで出れないから、送り人いんのか、結構出れるレースが少ないな、ここまでないやん。もうカレンちゃんが出てんだ。あ、こっちナーソープも出れるんだ。でも1300か2100ですからね。むしろあの適合するのはマイル戦です。セックスはゲド戦、アラフォーがいる、出れますね。このレース、このレース出れたです。ここ出しましょう。ちょん、竹豊で、あ、違う、こっちじゃない、あ、こっちは C 機種だ。安川機種ってどこだ。悪くない機種ですね。ということで、一周放牧しましょう。で、ツイッターがラジオ日経賞、わ、ちょっとインサイト疲労が激しいな。覚醒なんで焦る必要ないかもしれないけどな。出たら休むしかないだろうな。そばにいるねはなかなか強い。三勝 か、ついに覚醒した感じはありますよね。まあ、もともと桜花賞馬だったからな。芝田と両対応です。クリプスステークスかな。まあ休ませて、本当は一周放牧でいいんだけど、いや、改善したマナーアイフォン、あと3勝です。だからダイヤモンドジュビリーって近すぎるよな。ただそんなに疲れてないんでいけそうですね。トゥルース、ちょっと調子がどうなのかなというのがある。一周放牧、カレンちゃん、カレンちゃんはどうでしょうね。なんかカレンちゃん調子良くないんじゃないの。でルーラーシップです。いい状態で出れそうです。で送り人は11勝上げてます。14戦13勝ということで、モーリス・ドギッショーか、なかなか出せるレースがないんですよね、送り人。ここは悲しいところ。しゃあないからこうしましょう。でブルーレイがいて、アラフォーか、ホスターデーブ、ここで一周して一回調子を落として、立て直し、16勝ですね。淀川騎手は稼ぎまくっております。竹豊が乗ってんのが 3つしか乗ってないんだよな。なので他の13勝ってみんな淀川騎手が稼いでるんですよね。これは強い。
一心同体ですね、淀川騎手。多分ブエナビスタも今年までだと思うんで、だよな、間違えた、こっちを出したいんじゃない、名馬列伝だ。そう、進路妨害のレースとかもあったよな。ネマ記念結構距離適正は長く走れる。オールフェーブルか、安定度はすごい高いんですけどね。ブラックキャビア放牧中、初音ミクは一瞬びっくりした、落ちたんかなと思った。初音ミクはまあ休ませられないから状態見るだけか。ニコニコもそうですね、ニコニコちょっと調子落ちてるな。え、ああトモエショー、これダミーレースだ。トモエショーをやってグッドウッドで休ませてグッドウッドに備えるという。つぼみがマーキュリー、イナバウアーは10勝上げてるね。エネループ悪くはないんだけどな、エネループも。エネループ何歳、6歳か。次はプロキオンです。フェイト、フェイトも G1 取れてないんだよな。ちょっと厳しそうかな、ゲド戦記が。冒険ブルース・リー、にあったアマノハウル、アマノハウルはちょっと調子が落ちてるな。まあでも距離適正はすごいぴったりなんで出さなきゃいけないですよね。あ、いや僕はやめとこう、あの判断させよう。ブログもちょっと調子が良くない。ソナは調子は上がってきている。2着が多いですよね、ウィソナも。私別に覚醒なんだから悪くないはずなんだかな。さあ残り1枚を誰に使わせるかってことですね。世界が一生か、でもまだ花盛りはちょっと足りないしな。初音ミクは、初音ミクリーチですね。でも今勝
海外一周前だからこれ使えない。ブエナビスタも同様。グーはちょっと力が足りないんじゃないかな。あ、でもスピードはあるんだ。柔軟性か、柔軟性は F だからちょっと嬉しいことになりますね。使ってみましょう。あえて柔軟性 F プラスに上がりました。多少あの使える距離の幅が広がったんじゃないでしょうか。有力馬の1頭かブエナビスタ、ミッドでトワイスオーバー。オーケンブル、こちらオーケンブルー3なんですね。トップはなんとか金札を獲得したオーケンブルー3。ちょっと距離短いかな。他に強い2200な他強い馬いるし、長距離じゃないからな。まあオルフェーブルが出てもよかったかもな。あ、オルフェーブル3歳かまだ。オルフェーブル出てたらどうなったんだろうな。さあプリンスオブウェールズステークスブエナビスタ登場、一番人気です。132か。まあ他そんなに強い馬がいないんでこれは勝てるんじゃないかな。レース行ってみましょう。アスコット競馬場 G1 プリンスオブウェールズステークス芝 2000m です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ハッピーソングライン好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくハッピーソングライン行きました。続いて前へ行くのはタウンアゼルバイジャン、さらにはストリートサデア、古豪フォールメール、その後ろハッピーソングライン先手を取りました。ミッドデイ、それに続きます。これに続くのがスモークニンフ、その隣にデンジャラスナップル。どこにいる？中段やや前ですね。並んでクリーナビスタはアプローチガバナー、リリーオブザバレー。しかもいつもでも仕掛けられる体勢にあります。赤の帽子チェリシストリード、その後ろホワイスオーバー、この馬もこのグループ、その後ろからはオモナ。もう3番手に上がってきたぞ。結構仕掛け早い。最後方にハードブライドル、各馬大丈夫か。芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。少々スローペース。そうか、ペースが遅いからもう積極策取ってんのか。ジョッキーが見抜いて。前の方からもう一度見ていきましょう。ヨドガー騎手さすがです。2番手はストリートサデア、3番手にブエナビスタ、絶好の手応え、ブエナビスタ、いい位置です。さあここからどうか。さあここから加速していくブエナビスタ、一気に先頭へ。この差が広がります。いや、ちょっと話にならないよな、これは。後続を完全に引き離した。2番手はミッドデイ。後続は大きく離れました。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はミッドデイ。3着にリリーオブザバレー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ブエナビスタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。敵はいなさすぎますね。一番4連勝。ミッドデイを破ったら確かにいい。さ
さあ、ダイヤモンドジュビリーステークス、甘ナイフ一番人気ですが、あ、でも132あるんだよな。さあ、このロケットマンか、ロケットマン強いよな。3番人気はソサイティロックというところで、やはり気になるのはやっぱりロケットマンですよね。アマナイフォン頑張って勝ってほしいとこです。さあ、レース行きましょう。アスコット競馬場 G1 ダイヤモンドジュビリーステークス、芝 1200m 電撃戦となります。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ、先行争い、リアルミッショナリー前に行きそうです。ロケットマン、それに続いています、うん、さらにはアバブチック、4番リトルブリッジ、その後ろ先手を取ったのはリトルブリッジ、好位置をキープしています。アマノアイフォン、これに続いてキングズゲートネイティブ、その外にシーニックブラスト、内からはソサエティロック、その外からセイクリッドキングダム、その外にコラナトリー、アマノアイフォン、ここにいますね。ガレットカントリー、チャンスアーク、先頭に踊り出ようとしているアマノアイフォン、ネジストエクソジェナス、その外にマルシャンドール、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。ロケットマンの勢いがいい。あと 200m、 伸びないな。意地を見せるセイクリッドキングダム、迫る、一気にセイクリッドキングダム、セイクリッドキングダム、セイクリッドキングダム、1着、2着はロケットマン、3着にソサエティロック、勝ったのは掲示板も怪しいぐらいだ。見事な勝利です。5着、理由は分からず。さあ、帝王賞です。スマートファルコンとなんだっけ、ゼニアッタだ、そうだ、一番人気はスマートファルコンですね。ゼニアッタ2番人気、マコトスバルピエロ、クラブは凱旋ゲニアーメも出ておりますが、あ、先方はゼニアッタが選べる。まあ、このままでいいんじゃないでしょうか。結構前行く馬多いからな。レース行きましょう。大井競馬場 JPN は、帝王賞ダート 2000m ナイターで行われる地方交流重賞ダート決定戦です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ、先行争い、何が行くんでしょうか。スマートハルコン、前に行きそうです。マグニフィカ、それに続いています。さらには凱旋ゲリラーメ、古豪、マコトスパルビエロ、その後ろ先手を取ったのはマグニフィカ、バーディーバーディー、それに続きます。これに続くのがミラクルレジェンド、内からはロールオブザダイス、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。その外からリズミックナポリ、並んで5番ミラーモレッド、その隣にナイキハイグレード、すぐ後ろにボランタス、しんがりからゼニアッタ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。3番スマートハルコン、レースを引っ張ります。白の帽子、マグニフィカ、その後ろ、その横にマコトスパルビエロ、少し開いて凱旋ゲリラーメ、並んで11番バーディーバーディー、すぐ隣にロールオブザダイス、その外にリズミックナポリ、並んで連勝中のミラクルレジェンド。さあ、先頭はまだ3番スマートハルコン、マグニフィカ。さあ、スマートハルコン先頭ですが、なんだあれ、この辺りで後続がぐんぐん上がってきた。ゼニアッタ
スマートハルコン2番手4コーナーをカーブして差し返 す, すそしてゼニアッタが襲いかかってくるが、スマートハルコン残り 200m を通過して後続を完全に引き離した。2番手はこれスマートハルコン強いわ。先頭だ、スマートハルコン強い強い、スマートハルコン圧勝ゴールイン。世代交代が行われた感はあるよな。マコトスパルビエロ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはスマートハルコン。あ、スマ、でも6歳か、スマートハルコンも。テオショー連覇となりました。ゼニアッタ、さあ、この次はいよいよ宝塚記念です。ルーラーシップが一番人気でしょうね。4番人上位は4番人気までを占めております。クラブ馬も4頭出走、当選冗談ですね。一番人気あるのはアパパネ、凱旋リベンジュなんかもなかなか人気あります。安田記念馬アーネストリーもちょっと不気味です。距離延長がどう出るかですね。本正面アマノハウルですね。ハウルってどうなんだろう、距離適正。マイラーじゃないか。ハウルも稼ぎまくってますからな。アパパネが行ってビクトリアマイル2着ですね。アパパネは当選冗談、大阪杯2着、天皇賞4着、いいとこまでは来てるのにっていう感じはありますね。稲葉はランベットかなが勝ってます。オーケンブルースリーはようやくタンクレット勝ちまして、G1 発祥金札の権利を手に入れました。他凱旋リベンジ、阪神大賞典勝利、天皇賞春も2着となかなかの実績です。ということで高メンバーが集まった宝塚記念ということになります。こういうふうにペルーサはまあいらんけど、他の馬もアパパネを含めてバカにできない馬ばっかりですね。一番人気はルーラーシップなんで、それ以外は戦法を変えられる。ハウルを先行策取らせましょう。他はまあそのままでいいか。追い込みは3頭なんで、オーケンブルースリーを追い込み変えるとかもできないしな。ではレースいきましょう。ごめんなさい、春の、グランプリ宝塚記念の発走です。阪神競馬場芝 2200m で行われます。果たして、大激戦、高メンバー勢ぞろいですが、果たして勝つのはどの馬になるのか。一番人気はルーラーシップとなっております。今年上半期の競馬シーンを沸かせた優勝がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあ、いよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ、最後は大外枠のラノンシャンティ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのは横一線ですね。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくヒルノダムール行きました。続いて前へ行くのはアーネストリー、さらにはアドマイヤコスモス、
最強女王アマノイーナ・バウアー、その後ろ先手を取ったのはヒルノ・ダムール、少し離れてアマノ・ハウル続いています。当選ジョーダン、すぐ後ろオレンジの帽子オーケン・ブルースリー、その後ろこの辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。すぐ後ろに凱旋リベンジ、すぐ後ろにアパパネ、内からはレーシンフラッシュ、その外にペルーサ、凱旋石壁、そのうちに続いています。その隣にローズキングダム、その外からダノンシャンティ、内からはベストメンバー、並んで17番サンライズマックス、すぐ後ろにドリームジャーニー、 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はヒルノダムール、2番手はアマノイーナ・バウアー、アドマイヤ・コスモス、3番手ルーラーシップ、この位置から届くのかどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はヒルノダムール、間が有力馬後方ですね。みんなその外からはアドマイヤ・コスモス、さあ先頭を伺う、その後ろ内からは当選ジョーダン、4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはアマノイーナ・バウアー、あと 200m、 中割ってきた、追い上げてきたルーラーシップだ。ルーラーシップ先頭です。このまま押し切るか、ルーラーシップかわす、先頭はルーラーシップ、1着でゴール、2着にはどうやら当選状だ、これが絶対王者の実力だ、ルーラーシップ。一番人気見事答えました、ルーラーシップ、ウィニングランです。当選ジョーダンを挟んで、まあ、有力馬はみんな上位に来てますね。ハウルだけがちょっと残念だったかな。一番9連勝。年度代表、昨年の年度代表馬です。そうですね、だからこそここに出てきたんですが、うん、さあ大沼ステークスはちょっと飛ばします。そして種付け結果、ホワイトウォーターヘアだけが不受胎です。ビクタールピサとか産んでるからな。シーキングザパールも見事にソングオブザウィンドをつけましたね。送り人とか、ハープスターね、ヒストリックスターは。で、ホクトベガーが、ホクトベガーパッとしないよね、ここ最近は。遊戯王とか出した時期もあったんだけど。で、競泳マーチ。片野慶應に期待は集まるが、タイヤが結構いいとこまで行ったな。だから G115勝、そうですね、ポニョもいますからね。お、世界凱旋門賞だ。50分か。ルーラーシップも選ばれてます。距離も持つと思うんだよな、ルーラーシップ。あー、でも距離上限か。ブエナビスタもはちょっと長い方かな。他の馬を出すかもしれません。
天のヒーローとか、天のヒーロー耐えられるかな。ジオポンティもワークホースとかすごい良さそうだよな。プルモアどうなんだろう、わからん。微妙に距離長いかもしれない。サラフィナなんかもう2000とかかな、合うのは。2400って結構意外と難しいかもしれないですね。重量フタのフェイト頑張ってほしいな。負担重量が厳しいって60。プリティポニーの初音ミクか、勢いはあるんだけどな、リーチかかってるからな初音ミクは。ここは踏ん張ってほしいですね。っていうか他の馬も駒はみんな61キロ背負わされてるんだよな。あとジェンティルロンナが、まあ、負けちゃいましたからね初戦は。ミッドレーもいいレース。お、駒もてるてる10。お、虹だ。積極策でしたよね、ブエナビスタ。天のブログ注目度低い。ジは20勝、なっちゃんが20勝か。でまだ4勝なんですよね、ブログ。まあでもこれからでしょう、ブログは。無事にやった。父親19戦1勝か。最初、そこから銭あったが生まれるってすごいよな。神秘だ。では、ローテ見てみるか。今度は、高齢馬の方からローテを見ていきます。かな、まあいいんじゃないかな。でブロークが3、そうだな、ここが本当の勝負だから。
想定内は、うん、まあ、そうだろうな。でゼニアッタは負けてしまいましたね、スマートハルコンに。世代交代かな、なんかそんな感じもする。エルムステークスはまあ全然悪くないんじゃないでしょうか。海外に出れそうな自慢あったら出しましょう。特に7月3週とかいいかも。距離は1006の2200、中距離馬ですね。ちょっと距離が短いけど、ね、ブラインドラッド。ミッドニーステークスは距離はいいよな。ブルーレイいるけど、ブルーレイいいのか、出てメンバーだよな。ゲームオンギフト強すぎるもんな。ドバイワールドカップなんで、自分だったらブルーレイじゃなくてこっち出すな。ちょっとブルーレイを、ちょっと大手を変えよう。ここにあのまともにぶつけたら勝てない。勝てるもの、7月4週以降だったら、うん、ダートどんなレースでも出れるわけだから。あ、芝もいけるんだこの馬。じゃあ芝に変えてもいいかもね。キングジョージ誰が誰出すのっていう問題もある。ホントニーが出すレースがないな。アーリントンミリオンあたりかな。まあ遅めなんで焦る必要はないです。東京方針はまだ無理か。でこれをゼニアッタに戻して、あ、まあゼニアッタこれカーダ騎手のままでいいんだ。主戦ってカーダだよな、うん、じゃあカーダ騎手で今まで。山のハウルは何勝、13勝か。ちょっと宝塚残念な結果に終わってしまいましたが、別に距離が悪いわけじゃないよな。左回りがいいとかあるのかな。やっぱりあるのか。もう右だからダメってわけでもないですよね。あれ武豊かによって主戦、まあ、海外なのな。あ、ゴルディコバがいる。チャンピオンズマイルとかだからな。ぶつけましょう。少しで置かないとね。で次ゲド戦記でいいのかな。スマートハルコンはしっかり勝ってくれましたが、疲れがちょっと心配。ゲームステークスか。あ、まあまあまあもう大丈夫なんだ。だからエルムステークス出ていいよな。なんだ俺、なんか非常に調子上がってるのはなんで。完全燃焼でもした、ひょっとして。休んでないよ。なんかおかしくないこれ。調子とか
がエルムステークスか。もうちょっと後でもいいんじゃないかな。でも結構 S なんだよな。パシフィッククラシックか、うん、でオケンブルースリーがオルカマーだが疲れがちょっと。ありすぎてるよな。誰やねん望月って。ちょっとローテ難しいな。まあもう役割果たしたしな、冒険ブルース3は。またちょっとあの8月になったら考えよう。イナバウアーもレース出るレースがない。いやさすがにこれはもう一走ぐらい出さないとダメでしょう。イナバウアーインセーバー、ここ出すか。問題調子ですよね。そこまで持ってくれるかどうか。グッドウッド、ね、ニコニコがすごい活躍できればな。凱旋門賞も考えたいよな。セントレジャーがぴったりやからな。セントレジャーでそんなに疲れがたまらなかったら凱旋門賞も考えたいが、あともう一つ起こって、ああヒーローは距離が足りないんだ。むしろマイラーですね。なんで出すのはこっちだろうな。悪い、勝ちたいんだということで DC マイル。でもこれで終わりじゃないよな。その前7月の4週あたりからいいマイル戦があったらそこに出す。ジャックロマロア賞か。でも出せるジョッキーがあったらそっち出したいです。ハグがいるけどな、まあ、ぴったりではあるよな。このレース出すかどうか別として、イナバウアーもまあ条件満たしてるから出てもいいだろう。このここもいいですね。ミッドデイとかがライバルになり得るから。
キャビアはスプリンターズ、まあここは大条件であるとして、ここは芝のレース、でもカレンちゃんがいるんだ、選択はちょっと長いしな。ここはダートだし、カレンちゃんはまだ一勝しかしてないから優先度はカレンちゃんにありますよね。下のみか、これ国内のレースって何かあったっけ、アイビスサマージャッシュだけど多分賞金的に相当の金利を背負わされる。北九州記念ぐらいだろうな、あるとしたら。セミクはリーチだからな、まあ、頑張ってほしい。なざかりも同様、がどうするかですよね。オルカマとかで終わるわけにはいかないしな。出せるレースが本当少ないな、この辺の馬。ぐらいだろうな。で、ブルーレイバーリントンミル。アリマはない、宝塚はない、この馬こそ優先だからな。1200もいけるんだな。芝ダートはダメか。あ、でもこっちがあるんだ。いや、ハウル、お前絶対だ。ハウル、こんなとこに出ちゃいけないので、ハウルは休ませます。ハウルの出番が難しい。8月はキングジョージとかもいいけどな。キングジョージ条件だよな、シュプレゼン。ジャンロマネショーは初期安い。アリトミニオン、キングジョージかな。キングジョージ出しましょう。
はい、じゃあジュライカップですね。まだフランケル4勝か。疲れがちょっと心配です。山ガールって、ね、海外の G2 勝ってんだよな。オークスも3着だし、クイーンステークス程度でお茶逃がしていいのかな。今限定なら走れそうですよね。3歳の、まあイギリスオークス勝ってる馬がいるのはちょっと辛いけど、ドイツオークスなら戦えるんじゃないの。行ってみましょう。ドイツオークス、日経賞で受賞初選を狙う。 AKB はもう海外にいきなり挑戦する。ジェンティールは初勝利を狙う。この他はデビューの勝利を狙う。そしてジョッキーの被りはないし、 OK。 ちょっと時間かかっちゃいましたね。行きましょう。じゃあネクスト、また、ベルモントオークス招待片野慶恩一番人気104だから飛び抜けてる馬ではない。3歳ですからね。牝馬限定ですね、これは。スクエアオークションとか人気が結構ばらけてる。レース行きましょう、ベルモントパーク競馬場3歳牝馬限定 G1 ベルモントオークス招待、芝 2000m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ前に行くのはどの馬か。ストロングペタード前に行きそうです。スクエアオークション、それに続いています。さらにはイノセントカレリーナ、5番ミスティフォーミー、その後ろストロングペタード先手を取りました。最高方に下がりましたね。アメリカンドロール、セシルサンブリンク、そのうちに続いています。その外にムードハニー、オレンジの帽子、アーリーバニー、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。最高峰、バーターイヤーズ、内からはファーロージレンバ、ごつんでもないか。ハートダッシュ、内からはクラフトレッス、さらにはモーターフェイス、最高峰に片野慶恩、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。内を回ってます。これコースつくようなことを狙ってるんでしょうね。前として先頭イノセントカレリーナ、すぐ後ろ少し離れてミスティフォーミー、続いています。この辺りで各馬が第3コーナーに入ります。これが吉祥寺か京都でか、コースが詰まっちゃう危険性もあります。イノセントカレリーナ、ほとんど差がありません。ミスティフォーミー、3番手片野慶恩、この位置から届くのか。後続も追い上げていきます。外に行くつもりはないんでしょう。ミスティフォーミー、いや外中をついてきそう。その隣からはバーターイヤーズ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者、どうだ外の伸びないか。ミスティフォーミー、
先頭だ。後方ダメだ、コースが伸びないな。2番手はスクエアオークションミスティフォーミー。いや、ちょっと詰まったなこれ。勝ったのはもったいない。見事な勝利です。ちょっと引っかかっちゃいましたね、肩の剣を。3着でした。もったいない。ユナイテッドネーションズステークス肩のフェイト、まあでも直線半ばでなんか、突き抜けられる足がなかったっていうのも事実だな。肩のフェイト4番人気、1番人気ジオポンティ。ジオポンティ相手じゃちょっとと厳しいな。見るだけのレースになりそうですね。あとコートビジョン先行策でちょっとかけてみますか。ダイジェスト、モンマスパーク競馬場 G1 ユナイテッドネーションズステークス芝 2200m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。リトルマイク先頭、外からジオポンティ先頭。ダメだ、伸びもないや。ジオポンティ伸びてきた。残り 100m。 2番手はリトルマイク、ジオポンティ先頭だ。ジオポンティ1着、ジオポンティ完勝。2着はポートビジョン、立ったのはジオポンティ。見事な勝利です。まあ仕方ない結果ですね。肩のフェイトには荷が重かった。そしてプリティポリーステークス天の初音ミク一番人気121か。そこまで このレースは強い馬が出ているわけではないですね。レース行ってみましょう。カラ競馬場 G1 プリティポリーステークス芝 2000m です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはインキーギムレット。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくインキーギムレット行きました。続いて前へ行くのはプロフィートシンディ、さらにはボタムカインド、15番ポリネシアンソフトリー、その後ろインキーギムレット先手を取りました。間が空いてアピッティーコーリフ、その外にブルーバンティング、その隣にキャリコウィール、黄色の帽子天の初音ミク、いい位置につけました。ウィナースペクタキュラー、それに続いています。すぐ後ろにシーニックフェイバー、さらにはデルボート、初音ミク一気に上がってきた。ルーチャ、その後ろにサンフォードダブリン、並んで1番ウェルスオブディバイン、フリートサリ、すぐ後ろしんがりから電車レー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。もう一度先頭から混合、インキーギムレット依然として先頭、2馬身から3馬身のリード。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は依然としてインキーギムレット、2番手はボタンカインド、天の初音ミク、いい位置です。先頭を捉えにかかります。先頭に踊り出たかな。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。外からも来ているからな。あと 200m、 安心はできない。ここで先頭変わって天の初音ミク、プロフィートシンディ迫る、天の初音ミク厳しいか、並んでゴールイン。1、2着争い、うわー、わかんない。でもちょっと負けてるような気がする。これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。負けてるんじゃないかな。負けましたね。鼻差での負けです。サンクル大商店天野ブログ一番人気、103しかないの。ブログ金札の馬が103って おかしくない。セントニコラスアビーは強い、スノーフェアリーも強い、強い馬が多いな。ワークホース
一応レースかな。サンクルー競馬場 G1 サンクルー大賞典芝 2400m です。こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ナポリコンポージャー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくナポリコンポージャー行きました。続いて前へ行くのはケープブランコ、さらにはワークフォース、混合アメリケイン、その後ろケープブランコ先手を取りました。そして大きく離れてリワイルディング、この位置です。内からはソーユーシンク、アルタノ、それに続いています。並んで12番プリンスビショップ、その外からゲーリックビグラス、その隣にセントニコラスアビー、赤の帽子スノーフェアリー、その後ろ、その横にアスコットフジヤマ、後ろからの競馬になりました。天野ブログ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。並んでみんな後ろですね。その外にフェイバーアルボラーダ、しんがりからプレビス、1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。その中でも結構後ろにいますね。先頭リードは1馬身から2馬身、引き受けないかな。それに続きます。重い芝で少し開いてナポリコンポージャー、これに続くのがプリンスビショップ、並んで2番ソーユーシンク、アルタノ、すぐ後ろ、その外にゲーリックビグラス、並んで英国二冠馬セントニコラスアビー、前はケープブランコ。そうですね、やっぱりセントニコラスアビー強いかな。2番手はリワイルディング。さあちょっとコース割ってられる、割っていけるか。残りあと400メートル、長い直線、ここからどうか。さあ伸び争いになるが伸びないね。しかし後続の手応えもいい。あと200メートル、セントニコラスアビー。セントニコラスアビー。2番手はケープブランコ、セントニコラスアビー、ゴールイン。2着はワークホース、3着にケープブランコ、勝ったのはセントニコラスアビー、見事な勝利です。あーブログ7着大敗。さあスパーキングレディーカップ、天の花盛り、天のキャンキャンが出てきます。1番人気2番人気を占めておりますが、あとラブミーちゃんか、ストップザシェルぐらいかな。キャンキャンは差しで様子を見ましょう。ダイジェスト、川崎 JPN3 スパーキングレディーカップ新牝馬限定ダート 1600m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。さあ伸び争いだ。先頭突き放しにかかります。残り 100m、 2番手は天の花盛り、天のキャンキャン、キャンですね。この馬に決まりか。先頭は天のキャンキャン、1着でゴールイン、2着は天の花盛り、3着にラブミーちゃん、勝ったのは天のキャンキャン。さあジェンティルノンナが登場です。1番人気、ここはもう負けられません。ダイジェストいきましょう。中京2歳未勝利戦芝 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。もう先頭です。ジェンティルドンナ先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り 200m、 これは完全にちぎれた、ジェンティルドンナ先頭です。このまま押し切るか。2番手はダンススリックリ、さすがにこのレースはぶっちぎりでした。ジェンティルドンナぶっちぎりです。2着は微妙です。これは桁外れの強さだ、ジェンティルドンナ。
トップクラス。そしてラジオ日経賞です。一番人気型のツイッター、他型のマイガールが出てまいります。クラブは凱旋ルクエ。2番人気がリアルインパクトなんだ。とかマルセリーナ。マイガールは戦法を変えられますが、このままでいきます。ダイジェスト。福島3歳限定 G3 ラジオ日経賞芝 1800m です。さあ短い直線に入って、ここからは腕の見せ所リアルインパクト先頭。内から来ている。しかしその差はわずか。粘り込めるか。内から一気にマルセリーナ肩のツイッター。なんか来ている。肩のツイッター、肩のツイッターがなんとか押し切ったが、マルセリーナが3着にリアルインパクト一番人気に応えました。肩のツイッター見事です。仕方がないですね。マイガールは CBC 賞です。クラブは凱旋キアイダーが一番人気です。 G1 でもなかなか好勝負、天皇賞春は18着でしたけど距離が長かったんだろうな。マイラーズカップ2着なのになんで天春出るんだよ。2番人気サンカルーロ、3番人気スプリングソングあたりが有力馬かな。レッドスパーダとかも。ダイジェスト。中京 G3CBC 賞芝 1200m 電撃戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。スプリングソング先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。あと 200m 先頭はスプリングソング。さあ踏み合いになってるが、バレンチの抜けた。一気に凱旋キアイダー来たが遠かない。ドリームバレンチの1着2着は微妙です。勝ったのはドリームバレンチの。キアイダー届きませんでしたね。そしてトモエ賞天野蓮舫です。ダノンバラ、あダノンバラードか。天野蓮舫1番人気、2番人気がナムラマース、ダノンバラードは3番人気ですね。天野蓮舫本誌以外がみんな20丸で、そしてダノンバラードナムラマース、あこれ小馬混合なんだ。さあ天野蓮舫の力が試されます。勝ってほしい。ダイジェスト。函館オープン特別トモエ賞芝 1800m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。さあ天野蓮舫内をついてきた。外から勢いよくエクスペディション。まだ激戦。あーでも出遅れて2着になってしまった。1着2着にはどうやら天野蓮舫、3着にナムラマース、勝ったのはエクスペディション。2位じゃダメなんです。仕方ないですね。これからですね。さあそして6レースか。この週までかもしれないな。なんか結構最近疲れがたまりやすいですね。ルーラーシップ目当てで見学、売り上げ、親子、あの馬主高校なルーラーシップです。牧場高校とか。さあ札幌記念に集中するんですよね。
つもそうだけど、慶応まだまだ諦めちゃいけないよな、可能性を。マイルで1600で勝ってるんだけど、2400でも勝ってるから敵距離が分かりづらいよな。ああ、クイーンステークス連邦出んのか。まあ戦ってもいいけどね、芝向きなんでここ行くしかないよな。アーリントンとか勝ってるから、ここを出す必要ってそんなにないと思うけどな。今7月を2周だろう。雑に出すわけにもいかんしな。雑にレース出すわけにいかないし、悩むとこですね。でも多分芝はダメ、芝じゃないとダメなんだろうな。ここはブエナビスタがいるが、ダートか、みんなダートなんですよね。アイルランドオークスはちょっとイギリスオークス馬がいるんでつらい。ダンテってどんなレースだ。 G2 か、まあ、イギリスダービー3着馬4着馬が出てはいるんですけどね。ヤマガールがドイツオークスに出ているってことで、出すレースがもうない。戦略が埋まってる感はあります。トゥルースがいいのか。レパードってダートだろう。まあここかな、やっぱり。本当は札幌記念本当にいいとは思うんだよな。いや、もうなあ、札幌記念出そう。そしてフェイトです。フェイトはこんなとこ出してる場合じゃないよなとは言いつつ、ちょっとショックがでかい。ビジョン2着、海外だとちょっとまだ足りないよな。ちょっと無理っぽい。なので国内のレース出すしかないんだよな。あとダートもいけます。じゃあこれかな、ラキスタいるんだ。フリオーソか。じゃあエルムとかあたりか。ここ出すか。え？あ、ダートもいけるからな。ダートダメなわけじゃないし、資金ちょっとチャレンジしてみるか。と語ってるジェンティルオーナー竹豊なんだ。
誰やしょうか。万能中マイル線あたりかな。1月ってもう G1 始まってんの。ここら辺でも勝負なりそうな感じはあるんだけどな。やってみるか。で、ツイッターが勝利した。キャンキャン、初音ミク、初音ミクは惜しかったな。2着ばっかりが続いてるから2回リーチしたけどダメだったよな。芝のみか。芝ならな、このレースが。なんかジャンロマネーションしょぼくない？ローグは3クルー7着。なんかおかしい。寿命でも尽きたか。いや覚醒だから尽きてるわけじゃないんだけどな、こんなのもう札幌記念出るしかないだろう。様子がリズムがすごいおかしいですよね。花盛りどうしよう。だといけなくはないからな。これってまだ店は微妙に長いんだよな。だからマイル線とかの方がいい。いるんだここ。関谷記念かな。うわ、66キロ世話されんだ関谷だと。
オープン特別の方がいいと思うけどな、まだクイーンステークス出すんじゃなくて。関越とか調子落ちてるもんな。札幌なんか出して出てられないよ。こんなの。ヘッドでここかな。あ、ダメだ。ここだと押す。なんか弱そうだけど。ネクスト。エクリプスステークス、天のそばにいるねです。2番人気、1番人気サラフィナとなっております。サラフィナ強いな。ちょっとしんどそう。先行策やってみるか。ダイジェスト、サンダウンパーク競馬場 G1 エクリプスステークス芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭を伺う。前はラジ様、残りあと 400m が伸びない。長い直線、ここからどうか。ラジ様先頭、前に迫るフェーム&グローリー。残り 200m、 先頭は変わってサラフィナ。2番手はフェーム&グローリー。サラフィナ、この馬で決まりか。サラフィナ強い強い。サラフィナ圧勝ゴールイン。2着はフェーム&グローリー、3着にラジ様、勝ったのはサラフィナ。見事な勝利です。前に行ったからかな。13着大惨敗。ドイツダービーにオルフェーブル登場です。さあオルフェーブル2番人気ということで、フィオレンテが2番人気、ウィンターズベロリスが3番人気あたりかな。ではレース行きましょう。ハンブルグ競馬場時3歳限定 G1 ドイツダービー芝 2400m のクラシックディスタンスです。こちらドイツのハンブルグ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ティリープロデューサー、これはいいスタートを切りました。フラミンゴエクスプロード、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフラミンゴエクスプロード、花に立ちます。その後ろからはティリープロデューサー、この馬も上がっていく構えです。さらにはベジタブルエミー、15番ウォンピッドバレー、その後ろ先手を取ったのはフラミンゴエクスプロード、少し間が空いてウィンストン・グリック、これに続くのがシーオータム、並んで6番ウィンターズ・バロリス、プールナ・バロニウス、
すぐ後ろ緑の帽子フィオレンテ、その後ろすぐ後ろにラウディクーリア、その隣にマスクとマーベル、その横にウェイクユニーク、その外からゲーミングアイア、その後ろにランドリアテキサス、後ろからの競馬になりましたオルフェーブル。鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。このあたりで各馬第3コーナーのカーブに入ります。しんがりからアンディアフィネール、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から8番フラミンゴエクスプロード、依然として先頭、すぐ後ろにティリープロデューサー、その後ろからはウォンピッドバレー、ウィンストンブリック、そのうちに続いています。その外にベジタブルエミー、並んで6番ウィンターズバロリス、すぐ後ろにシーオータム、その外にプールナバロニウス、並んで漆黒のバタイ、まだ後ろの方。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭はまだ一段と固まって直線に入ってきます。バグが広がる。まだ来ない後続集団も追い上げにかかります。さあオルフェーブル上がってきた。先頭はフィオレンテ、残りあと 400m、 長い直線、先頭に躍り出た。日本と世界意地のぶつかり合いだ。あと 200m、 先頭は変わってオルフェーブル、2番手はフィオレンテ、後続は大きく離れた。勝ちましたね、オルフェーブル強い。オルフェーブル完勝。2着はフィオレンテ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。オルフェーブル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。本当の意味で捕獲派と言えるじゃない、捕獲家と言えるじゃないでしょうか。ルフェーブル、ドイツダービーを勝ってくれました。さあジャパンダートダービーです。1番人気肩のインサイトとなっております。ライバルはローマンレジェンド、春サンサン、金馬さんコンコルド、なんかこれを見るだけやったらパラッパッとしないかな。プレザートボッパーとかもいるけど、まあチャンスではありますね。レース行ってみましょう。大井競馬場3歳限定 JPN1 ジャパンダートダービー、3歳、ダートの頂点を決めるレースです。さあ、雨が降りし、雨粒の大きい雨が降りしぼ、降っているのが、カメラでもわかると思います。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは肩のインサイト、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく肩のインサイト行きました。続いて前へ行くのはナイルツイング、さらにはディオスペンダント、漆黒の馬体、大鳥キーパー、その後ろ肩のインサイト先手を取りました。間が空いてローマンレジェンド、並んで7番プレザントホッパー、サッチワルツ、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。その隣にキッズウェル、これに続くのはグレープブランデー、内からはプレミアフォレスト、黒の帽子、オデッサチャイムス、その後ろ視界を遮るほどではないです。続いています。その外にメロウザリバー、並んで無敗のナンバードアウェイ、クラーベセクレタ、それに続きます。並んで地方の女王、春サンサン、各馬雨の中懸命の力走です。もう一度先頭に戻りましょう。 G1 馬肩のインサイト、依然として先頭です。逃げを取りましたね。逃げ戦法を外回りです。先頭は依然として肩のインサイト、2番手はナイロツイング、ディオスペンダント、3番手、さあ肩のインサイト、このまま逃げ切れるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。直線が比較的地方にとって、地方にしては長い。肩のインサイト先頭、後続とは3馬身以上、これは決まりか。迫ってきたぞ。後続はまだ後ろ、肩のインサイト先頭です。いや、さあつまらない。このまま押し切るか。2番手はグレープブランデー、勝ちました。今ゴールイン、段違いの強さです。2着はクラベセクレタ、3着にグレープブランデー、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは肩のインサイト、まさか逃げ切り勝ちでした。ザレベルをアップ、スタート、イゲーマとして生きていくってことですね。そして中央、
七夕賞に待ちかね、父親はアマノフィッツが登場、1番人気クラブは凱旋オブリラも登場。リルダバルがいるか、リルダバルトホアランもいますね。アマノフィッツ追い込みか、ちょっと不安はありますけどね、先方に。ダイジェストいきましょう。福島 G3 七夕賞芝 2000m です。さあ短い直線に入って、ここからが先頭を伺う凱旋オブリ先頭、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ。一気に東方アラン、東方アラン差し切った、東方アラン、東方アラン一着、二着にはどうやらリルダバル見事に勝ちました。どうしたんだ、アマノフィッツ完敗です。着外に沈みました。大惨敗だアマノフィッツ。12着、理由が、しかも理由がわからない。プロキオステークスです。アマノフウイソナ1番人気、アマノエネルプ2番人気です。フウイソナグリグリですね。数にあたりか、ちょっと差し行ってみよう。エネループはダイジェストです。中京 G3 プロキオステークスダート 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アマノフユソナ先頭、突き放しにかかります。アドマイヤスバル2番手、手応えはどうか。残り 200m を通過して、後続を完全に引き離した、完全に引き離した。後方から一気にアマノエネループ、エネループ来たが遠かない。アマノフユソナ完勝、2着はアマノエネループ、3着にオールマイスター。これが世界の実力だ、アマノフユソナ。1は13勝馬、ケットボは5号、最高に傷馬が深まった。マリンステークス、これは飛ばします。5レースですね、うち海外が3レース、アマノ AKB が G2、 2歳の G2 以外は G1 ですね。カレチャも出てきます、マーキュリーステークスとジュライステークスか。フルフェブルは勝つことはできましたが、肩のいいサイトですね。そうですね、ジャパンダートダービーを勝ってくれました。そばにいるのは放牧ですね。オールフェーブルは全部直一騎、ハボタン賞以外は。このまま行くと菊花賞ですけどね。これ凱旋門賞を出すと面白いかもな、ひょっとしたら。やってみましょう。7月2週か、あるとしたら8月かな。この辺メンバー次第だろうな。こ
こんなとこ出るよりはコバここ出た方がいいや。バレた賞とかソードダッサーステークスとかな。ソードダッサー出ましょう。でソードダッサーで、休ませて外星紋章に向かわせるっていうことかな。竹豊か菊花賞はアンカツで、ちょっと田畑賞負けがきついな。フローラステークスは 2着だったのにどうしたんだ。別に調子悪いわけじゃないですしね。次は札幌記念って言ってますがちょっと家賃が高い。8月4週以降としてA 型記念行きましょう。フィッツ、いいやろ。でデルマオークスとか、こっちの方がレベル高い。え、なんか賞金安い。さあ冬ソナとエネループはエルブステークスです。冬ソナは多くないんだけどな。でもエネループはどうかな。距離は合うんだよな、こっちの方が。冬ソナも多くないから出さざるを得ないってとこかな。出しましょう。一周放牧でいいよね。ヨークセールを中央区番のシャルナ、なんだそれ。サトアージは知ってるな、知ってる馬だな。アマノクギャルだ。カレちゃん低いのか。低いことないだろう。60キロはちょっと気になりますが、
応トップだな。すごいな、ホイールキャプチャー。はい、ということでここまでにしましょう。はい、見ていただいてありがとうございました。今回7月を2週まで、進めましたね。次回夏競馬をお送りしたいと思います。今回ツイッチで配信を行ってきました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 この配信のアーカイブは YouTube に2日後、4日21時プレミア公開でライブ配信いたします。プレミア公開いたします。ぜひ YouTube でもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive upload my YouTube channel. Two days after my YouTube channel, channel subscribe and good button, please. 旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。Twitter X my account, please follow and repost and good button.ウィニングポスト92021ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。